んにちは、オーメンズイレブンです。本日は静岡県をドライブしています。まずは概要欄 URL より前回の動画をご覧ください。天気に恵まれた誕生日、せっかくだから海が見たい、お腹が空いたのでたまたま見つけたコンビニへ。どこかの飲食店で食べたかったが、もう我慢ができない。二日酔いの体に蕎麦が驚くほどうまい。なんだこれは。むさぼり食ってしまった。腹ごしらえを済ませ、再び車を走らせる。向かう先は伊東市の宇佐美。実は先ほどのコンビニで宿を予約した。しばらくまた外出できないだろうから、少しでも夏を感じたい。御殿場方面から中伊豆を通り、道の駅で少し休憩。この道の駅も何度もお世話になっている。こんなに天気がいい日は何か食べたくなる。思わずアメリカンドッグを購入してしまった。そういえば子供の頃からアメリカンドッグ好きだな。昔はフードコートや屋台などでしか買えなかった気がする。だから子供の頃の私にとってはごちそうだった。走行しているうちに宇佐美に到着。宿にチェックインしよう。伝わりづらいが恐ろしいほどの傾斜だ。思っていたよりも素敵な建物だ。まるでリゾートにでもいるようだ。眺めもすごくいい。チェックインの手続きを済ませ、部屋の中へ。値段の割に部屋も広く清潔だ。そしてテラスから見える景色、最高だ。館内の散策をしてみよう。早速夏の雰囲気を味わえている。なんておしゃれな宿だろうか。私が選んだ部屋は一番安い部屋だが、他の部屋はどうなっているのか見てみたい。プールまで併設されていた。汗だくの体で今すぐ飛び込みたい。さらには温泉まであるようだ。すごいな、来てよかった。とにかく楽
建物の雰囲気と開放感がたまらない。夏だ。俺は今夏を感じている。エントランス横に喫煙所。ちなみに入り口の傾斜はかなりきついので注意だ。夜はここで少し酒を飲みたいな。外は暑いが、せっかくなので海まで歩いてみる。風情のある路地裏を5分ほど歩く。海岸に到着。たくさんの人でにぎわっており、私も海に足を踏み入れたくなった。それにしても暑すぎる。汗が止まらない。さらに私は夏を感じているようだ。暑すぎてきついが、贅沢な時間だ。宿泊しているホテルが見える。やはりおしゃれだ。そろそろ部屋に戻ろう。この暑さはさすがに危険だ。部屋に到着し、アクエリアスを一気に飲み干す。この冷感タオルがなかったら、まともに外を歩けなかっただろう。シャワーを浴びよう。汗でベタベタだ。おしゃれすぎてシャワーカーテンが見当たらないぜ。結局跳ねないように小さくなってシャワーを浴びた。車に積んであるキャンプ用品がたまに役に立つ。さてゆっくりしよう。夜ご飯は何を食べようか。